型ゲン3機ずつ、計6機を搭載した。手法は、クルップ射製1898年型24センチメートル砲を採用した。この砲は、ドイツ戦艦、カイザー・フリードリヒ3世級や、ビッテルスバッハ級だけでなく、本級の後のオーストリア・ハンガリー帝国海軍の全、土級戦艦にも採用されている。 1 4 0ラムの砲弾を使用し、最大行角30度での射程距離は1 6 9 0 0ルで、射程1万メートルで、普通の鉄板に対し3 0トルの貫通能力を、ハーベイコーに対して1 8トルの貫通能力を有していた。この砲を新設計の連装砲塔に収めた。不行範囲は、行角30度、深く5度である。 旋回角度は、単体守備線方向を0度として、左右150度の旋回角度を持つ、主方針の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に水圧で行われ、補助に人力を必要とした。砲弾の装填角度は、行角5度で固定され、発射速度は1分間に1.5発であった。副砲は、センチ 15cm 速射砲を採用した。 この砲は、ドイツ戦艦、カイザー・フリードリヒ三世級や、ビッテルスバッハ級にも採用されている。45.3kg の砲弾を使用し、最大行角20度での射程距離13,700メートルであった。この砲を単装砲画で6機を配置した。不行範囲は、行角20度、深く7度である。旋回角度は、 原則方向0度として、左右150度の旋回角度を持つ、方針の不良、砲塔の旋回、砲弾の溶弾装填は主に人力を必要とした。発射速度は1分間に4から5発であった。他に、耐水雷艇迎撃用に、フランスオチキス射四4.7センチメートル気砲を10機、装備した。その他に、 水雷兵装として45.7センチメートル、水中魚雷発射艦を単装で2機を装備した。本艦の防御装甲は、原則装甲末端部で200ミリメートル、中央水線部では270ミ、mm、リメートルに達した。砲塔防御も、前立てが250ミリメートルであった。ポーラ交渉で、モナルヒとして1893年7月31日帰港。 1895年5月9日、浸水。1898年5月11日、浸航。1920年除籍後、イギリスに賠償官として引き渡され、現地で解体処分。STT 造船所で、ブダペストとして1893年2月16日寄港。1896年4月24日、浸水。 1898年5月15日、春行。1920年除籍後、イギリスに賠償官として引き渡され、現地で解体処分。STT 造船所で、ウィーンとして1893年2月16日寄港。1896年7月6日、浸水。1898年5月13日、春行。1917年に、 トリエステ沖で、イタリア海軍の魚雷艇、9号の攻撃により、撃沈される。この時のマスマイナス9の艇長は、後に、セントイシュトバーンを撃沈するルイージリッチウ注意。ありがとうございます。